モモ母モンハ、皆さんこんにちは、モンハです。はい、今回の企画はね、ちょっとなり長くなりたくないから長くなりそうだからちょっと短めに話すんだけど、私って、中学校2年生の頃からこういう動画投稿サイトで動画投稿し続けてるのね。 YouTube 始めたのは高校1年生の時なんだけど、中2からなんだかんだいろんなアプリを経て今に来てて9年目なんですよ。で、9年間やってるってことは9年分見た目がいろいろとコロコロ変わってんのね。それで今に至ってるから、今までなんか結構過去の写真とかちょいちょいいろんなところで投稿はしてきてるけど、まとめて一気に動画でボンって投稿したことはなかったので、今回はまとめて自分の過去の写真を見ていきたいと思います。コーナー嬉しくなっちゃった。はい、ということでパパッと早速見ていきます。いつの時代かみたいな感じの説明も経ていきますね。はい、まずこれドン。これ結構みんな見たことあるんじゃないかな。自分が卒業式の時の写真なので小6ですね。この時身長が150センチぐらいで、今より5センチぐらい低くて、で体重が49とか50とか。体重だけ聞くとそんな太ってる感じはしないんだけど、身長150センチで50キロは結構太ってるのね。でも自分は体脂肪率すごい高いタイプで、この時体脂肪率がなんと38%。やばくない？卒業式の時ボタン弾け飛んでるから、これ38%って相当やばくて、女性がだいたい 25% とか 26% なのね。男性より体脂肪率が多くて、でその状況で38なんでほぼ脂肪ですね、うん、40近かったと思う、うん、やばいよね。でウエスト88センチありましたから、相当すごい時代でした。で次はい、ドン。これが中学校2年生3年かな、多分中3ぐらいの時で、原宿で服を買って浮かれてる時の写真なんですけど、これやばいね。なんか服のファッションもなんかやばいし、多分可愛い子が来たらいい感じになるんだけど、この時なんかすごいね、顔が。で謎のセンター分けもすごいし、なんか目もどんよりして見える。多分チークとリップだけつけてるな、と眉毛。でも眉毛が壊滅的に下手だったんだよね。で平行眉が多分自分そんな似合わないんだよね。今多分そんな平行っていうほど平行じゃないんだけど、何タンタンってわかる？平行じゃなくてこうなってんの、若干。でもこの時はめちゃくちゃ平行眉みたいな、もう平行に憧れてるから。自分はさ、平行眉が似合う顔じゃないから、なんかあんま似合ってる感じしない。でもっとよりわかりやすい写真、ドン、こちら。これドアップなんだけど、多分高校じゃない、中3から高3、高1にかけての春休みで撮った写真だと思うんだけど、ちょっと染めてるから、この時はね、眉毛もなんかちょっと癖あるし、で多分眉毛、チーク、リップなの、この時も。で私実は最近じゃ最近なんだけど、去年かな、らへんになんか矯正をして、マウスピース矯正っていう4ヶ月間だけの矯正をしてるんだけど、もともと結構出っ歯で、今も若干まだ出っ歯なんだけど、ちゃんとしたワイヤーでやってるわけじゃないから、ちょっとこうなってるものをちょっとこうしてるから、こう笑った時に、別にこの写真の時まで、この写真って結構さ、出っ歯だから笑うとこうなってるの、口がちょっとこうなってんだけど、今は若干へっこんでるから、こう笑ってもなんかここにあんまり段ができにくくなったみたいな感じはあるんだよね。この時なんか中学の男子、今でも忘れない、お前笑うとここに肉の段できるなって言われてたの。ふざけんな、今でも覚えてんぞ、肉の段って言うな、しかも肉つけんなよマジで。そう、この時はね、なんかすごい、だからこう笑った時に、あ、こう閉じて、口をこう閉じれなかった、なんか若干こうやって歯が出てる状況だったのは覚えてんだよね。だからいつか矯正したいなと思ったから、去年マスピース矯正ありました。で次の写真、ドン。これなんかすごいよね、大怪我した人みたいになってるよね。でもこれ実際大怪我で、中学3年生の3月3日球技大会で私前十字靭帯を断裂したんです、サッカーで。しかもサッカーの試合の一発目でさ、こう私がボール蹴るって走りに行った時、自分よりちょっと体格がいい子に激突されて、その激突された時の転び方が悪くて靭帯を切るっていう、もう最悪よ。結構サッカー選手の中でも重症な怪我の部類を私は球技大会で味わってるから。しかもこの球技大会で、次の写真ドン。これ入院して退院した時なんだけど、これ5キロ体重太ってます。なんでこの時多分55キロとか6キロとか、なんか身長が今若干低くてこれぐらいの体重があったから、これかなりやばいよね。パッツンパッツンだよね、全体的に。なんか顔もすごい肉肉しくなってる。ここのなんか、ここの笑った時のここの肉のこの感じがすごい。今笑ってはさ、そんななんか、まあ今はでも結構ほっぺたある方なんだけど、そんなにさ、あれなんかここまでの感じしないけど、この時すごいね。この時もとりあえずすごい。次の写真ドン。これ多分中2かなのぐらいの時で、友達になんかもらった
パジャマ、これ下に履いてるボトムスがパジャマなんだけど、なんかこれなぜか気に入っててめっちゃ着てて、うちのお母さんが撮ってんだけど、でもこの時輪郭めっちゃ綺麗、この時顔ちっちゃくない？この時なんか顔ちっちゃく見える、輪郭綺麗、前髪クソ重いけど、この時は50キロぐらいだったのかな。で次の写真ドン、これは高1、髪の毛結構茶色くなってるから。でこの時ね、なんかね、上半身太りすごくて、私骨格ストレートっていうのもあって上半身太りすごいんだけど、ここが特にやばかったの。でも今も普通の人と比べたら太いんだけど、この時よりやばい。こうやった時のここの手が、ここの手のここがすっごいんだよね。この時こうやってやった時にここが、でも今でも太いから何も言えねえわ。次の写真ドン、これも同じぐらいの、いや同じじゃないか、これ多分中3ぐらいの時期かな、黒髪だから。で前髪ってか髪の毛がいつも重いのよね、全体的に。でこれすごいね、これ太ってるね。私自分のこと中学3年間1回も太ってるって思ったことなかったんですよ。小学校の時もね。だけどこの時すごいね。高校生になってみんなスカート短くなって、なんか結構体型気にしてる子が多いっていうか、ギャル校みたいなとこ行ったから、マジでみんな可愛くて細くてダイエット始めたんだけど、その時までマジ気づかんなかったから、めっちゃ食べてたね。なんか、甘いもの大好きで、甘党なんで甘いものめっちゃ食べてたし、ご飯も食べてた。次の写真が、ドン！これ、中3かな？前髪上げてる。これは吹奏楽部だったんですけど、トランペットパートだったんだけど、その時に後輩と一緒に撮った写真の切り抜きの部分だね。すごいなぁ、なんかすごい。でもなんか子供って感じがして可愛らしくないですか？私別に過去の自分も嫌いじゃないんですよ。なんかでも別に自分のこと嫌いになることなくて、この時もこの時ですごい、なんかすごいね。でもすごいわ。前髪のこれ何なんだろう、この触覚気になるかも。次ドン、この時も中3かな、広瀬すずちゃんに憧れてボブにした時かな。だから私ボブにしてたんだ。なんか今ぐらい短くなった時あんまないなって思ってたけど、なんかちょいちょいボブにしてたんだね。すぐエクステつけちゃってたんだけど、なんかこれは黒髪ボブで重いね、髪の毛が。でなんか体型もどんよりしてる。この服好きでめちゃくちゃ着てたけど、なんかさ土管みたいな体型してるかも。この時多分身長今155センチ で、この時多分55キロぐらいかな、55とか4とかをさまよってた時期かなって思います。今がだいたい49とか8とかさまよってるんだけど、だから今と比べて5キロ6キロぐらい重いのかなって感じ、この時。でもドン、これこの時のドアップ写真なんだけど、なんかねうちね全体の写真よりドアップの写真の方が盛れるんだよね。多分全体だとなんかこうどんよりしてんだけど、ドアップの写真の方が自分的に盛れると思ってる。でちゃんとこの時偉いのが全部無加工で撮ってるから、偉いっしょ、比較しやすいでしょ。次ドン、これ高校生のあのファッションセンス皆無の回。これ友達と多分この時どこ行ったんだろう、なんか古着屋さんに行ってめちゃめちゃテンション上がって横浜でたくさん古着買ってきたんだけど、めっちゃいいコーデだなと思って来るんだけど、なんか今見たらこの服もさあえてのシワシワ加工みたいになってんだけど、ガチでシワシワの人みたいな感じになっちゃってるし、なんかあんま全体的に合ってないかもね。で多分この靴激安のやつだったんだろうね、激安って感じする、なんか全体的に服装が。で次ドン、これ高校2年生ぐらいの肩幅すごい、これ肩幅すごいな、これ応援団やってた時のやつですね。で口もなんかやっぱ矯正で変わったんだなって今ちょっと感じた、この昔の写真見てて。でなんかすごいね、なんか髪の毛も短いけどこうなんかツインテールしてるみたいな。でメイクとかもちゃんとしてんですけど、カラコムとかも入れて、なんかすごい顔の主張が激しい。ドン、これも高校生の時かな、これ高校生の時にコスプレしてるんだけど、似合ってないかもこのコスプレは。すごいなんか白雪姫ね、髪の毛はいいけどやっぱ重たいね全体的に。でこの時めっちゃなんか自分の中ではイケてると思ってたんだけど、今こうやって見返すと結構すごい。でこれもう最後がなんか中学の写真になって申し訳ないけど、ドン、これすごいよね、これ原宿で買ってもらったの、なんかよくわかんないでしょこれ、これすごいです。時系列すごいバラバラになっちゃったけど、どうでしたか、このいろんな順番に自分の過去の写真見せてきたけど、こうなんだかんだ経て今現在になってるみたいな感じのところはあって、で今現在はなんか結構自分ダイエットとかもそうだし、な矯正もそうだし、メイクとか、あとまあずっとマッサージを中学校の頃から足痩せマッサージとか顔のマッサージとかなんか続けてたから、なんか結構今はシャープになってきたかなって思うし、服装もやっぱ自分に合う服装とかさ、メイクとか髪型とか
なんかそういうのとか加えてきたから、なんかちょっとこの時代よりかは垢抜けたなってなんか自分の中では思ってるんだけど、まあみんなからしたらどうかわからないんですけど、とりあえず私の垢抜け、歴史でした。でもどの自分もなんか結構ね愛おしい。自分で言うの変かもだけど、そのたとえ太っててメイクよくわからなくて髪の毛もよくわからない自分でも、その時代はその時代でめっちゃ楽しかったの。だから別に何が言いたいかっていうと、どの時代もどんな自分であっても楽しかったよっていう。今ここに経てこうなってるけど、どの時代もすごい楽しかったんで、これ見てるみんな絶対なんかこう運動した方がいいよ、メイクした方がいい、これした方がいいよみたいなことは言わないです。まあその時代をね楽しんで生きてください。これ私が楽しく生きてきた過去の歴史でもあるので、まあ今こんな感じになったよという企画でした。ちょっと締まり方よくわかんないけど、ということで以上私の過去歴史編でした。ということで見てくれた皆さん本当にありがとうございました。バイバイ。